西洋木タはヨーロッパや西アジアのほとんどの地域で自生している小木科の騎士植物である。別名アイビー。上緑の鶴は横方向に伝って成長し、家の壁、木の幹、庭園、ゴミ捨て場を覆い尽くす。新たに侵入してきた地域では侵入生物種として扱われている。学名のヘデラはツタの総称である。 小名のヘリックスは古代ギリシャ語のねじれを意味する言葉から派生した。西洋キズタは常緑のツル植物であり、高さ20から30メートルに成長し、細根を利用して崖や壁などによじ登って成長する。また、垂直面以外の場所でも地面を覆うようにして成長する。葉は五星で、長さ50から100ミリメートル、葉平は15から20ミリメートルである。 葉は若葉の時は手のひら状で五列であるが西洋になると切れ込みが見られず心臓のような形となる。花はそれぞれ直径3から5センチであり小さな緑がかった黄色をしている。そして蜜が豊富にあり晩夏から晩秋までの蜜蜂や他の昆虫のための重要な食料源となる。果実は直径6から8ミリメートルで冬の終わり頃に 投稿食から四国食に成熟する。人間にとっては有毒であるが、多くの鳥にとっては重要な食料である。果実には種子が5個あり、鳥に食べられることにより、広範囲に種子が散布される。西洋キズタは、アイルランド北東部、スカンジナビア半島南部、ポルトガル南部、ウクライナ東部、イラン及びトルコ北部にかけて自生している。 北原地あるいは東原地は冬になると約摂氏二度になるが西原地と南西原地では多種のキズタに遷移している。生洋用ズタは干渉植物として広く栽培されている。自生地では他の生物を数多く集めている。花には70種以上の昆虫が蜜を求めて集まり少なくとも16種の鳥紙を食べている。葉は密集した状態になることから 緑の避難所としての役割を提供し、また、鹿の餌となる。生洋キズタは、管理していないと、すぐに池垣、木、境界線を越えて侵入し、庭園の厄介な植物となり、管理されていない空き地にも侵入することがある。栽培品種として30種以上あり、黄色、白、多色、歯に深い切れ込みがあるもの、紫色の茎、 矮小品種などのような特徴を持つ品種が選抜されている。西洋キズタは他の外来種のように主に人の手によって世界中に広がった。西洋キズタはアメリカの多くの地域で侵入種として指定され、オレゴン州では販売または輸入は禁止されている。第3期の現在より湿度の高かった時、温帯雨林が地中海沿岸の地域を覆っており、 その名残として、月桂樹と西洋ヒイラギが広く自生している。氷河作用により、西洋キズタは一旦姿を消したが、温暖な気候に戻った時、鳥により再び大陸に広がったと考えられている。西洋キズタの適応能力により、原産地であるヨーロッパと似た気候であれば、どの地域でも生育することができ、いくつかの種への文化も見られている。 古い建物の壁を覆うアイビーの姿は多くの場合魅力的な光景である。断熱効果の利点があるが管理されていなければ問題が生じる。特に西洋キズタは非常に急速に成長し茎全体に沿って生えてくる細根によってしがみつく。これらは壁に見苦しい足跡を残すことになる。除去するのが困難であり、 場合によっては、高価な再補装作業を行う必要が出てくることも、ある。さらに、溝や屋根裏に侵入し、タイルを持ち上げて、排水路を塞ぐこともある。そのことが、ネズミなどの厄介生物の住みかとなる場合もある。再び生えてこなくするには、根元で切断し、切り株を掘り上げて、根絶やしにする必要がある。ありがとうございます。